浜野哲太郎は日本の政治家である。和歌山県西室郡串本町出身だが、選挙区が旧兵庫一区だったため、一部の人命時点では出身地を兵庫県としてあるものもある。1916年に中央大学専門部法律家を卒業。他年小学校訓導、弁護士を経て1930年の第17回衆議院議員総選挙に、 立憲民政党公認で立候補して初当選。以降衆議院議員選挙に連続5回当選した。弁護士出身という経歴のため、政治家としても、平沼内閣の司法参与官、司法省委員、鈴木貫太郎内閣の司法政務次官等、司法分野の要職を歴任した。また、弁護士としては、神戸弁護士会の会長を務めた。政党会長。 大政翼産会の設立により所属していた民政党が回答すると翼産議員同盟に属し、1942年の翼産選挙では翼産政治体制協議会の推薦を受けて当選。その後は翼産政治会、大日本政治会に所属し、その間戦時刑事特別法、改正法律案委員会の委員長を務めた。戦後は日本進歩党の決闘に参加したが、 公職追放され、追放解除後は1952年の第25回衆議院議員総選挙と1953年の第26回衆議院議員総選挙に会心党公認で出馬したものの2回とも落選し、そのまま政界から引退した。ありがとうございます。